皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、パワーカラーヘルサウンド AMD ラデオン RX7600XT になります。RX7600XT？ はい、今回もパワーカラーさんから案件をいただきました。ということで今回は2024年1月26日に発売となった RX7600XT を見ていきたいと思います。新しいグラボがどのくらいの性能なのか気になるわね。ですね。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では今回レビューするパワーカラーヘルハウンド AMD ラデオン RX7600XT のページを見ていきましょう。今回のこちらのグラボは AMD のミドルレンジ GPU として2024年1月26日に新発売されました。ミドルレンジといえば、昨年5月に AMD ラデオン RX7600 が発売されており、RX7600 は VRAM 容量が 8GB だったのが、今回の RX7600XT は VRAM 容量が 16GB に変更となりました。そこが一番大きな変更点かなと思います。ではホームページの方も確認していきましょう。まずはヘルハウンドについてのことが書かれております。パワーカラーといえば、高級モデルにレッドデビル、エントリーモデルにヘルハウンドの住み分けとなっているのですが、今回の RX7600XT はヘルハウンドのモデルしかないみたいです。その下には RX7600XT について書かれていました。この辺の細かいスペックは後ほどお話ししていきましょう。その下には分解図が書かれていました。ミドルレンジ GPU とはいえ、バックプレートがあるのはいいですね。日本製デュアルボールベアリングを使用しており、寿命も効果も従来よりも2倍の性能があるみたいです。2倍って書いてあるけど、日数としたらどのくらい持つんですかね。インテリジェントファンコントローラーというスマートチップからの温度検出を利用して、GPU が60度に達するとファンが動作を開始し、50度を下回ると停止するため、騒音の低減にもなるみたいです。ファンが常時動いてなければ騒音も軽減されて良さそうね。ですね。独自の C 冷却ファン設計。独自の C、おそらく独自の新冷却ファン設計だと思うのですが、ファンブレードの角度を下向きにしてより風圧を増したみたいです。それにより冷却性能を高めたみたいです。水平アルミニウムフィンデザインで熱を効率よくヒートパイプに流せるようにしているみたいです。GPU のチップセットに直接当たる銅ベースはダイレクトタッチ方式みたいです。4×6 ファイの銅製ヒートパイプで熱伝導を行っているみたいです。GPU の温度については後ほど検証の時に見てみましょう。エネルギー変換効率を高め、発熱量を低減するドクターモスチップを採用しており、GPU に電力を供給する電源設計は 7+2 フェーズ VRM 設計となっています。PCB の曲がりを防ぐようにバックプレートも付属しています。また、バックプレートがあることで空気の流れが一定に抑えられて、気流を促進することができるみたいです。LED 内蔵で、アイスブルーとアメジストパープルを側面のスイッチで切り替えができます。また光らせたくない人は LED をオフにすることも可能です。物理的なスイッチで切り替えできるのはいいわね。ケースにしまっちゃった後だと面倒くさいですけどね。あ、確かに。基板についているバイオススイッチでサイレントモードと OC モードに切り替わります。こちらは標準では OC モードになっております。ということでホームページのご紹介でした。基本的にはゲームなどはフル HD を対象としたモデルですが、VRAM 容量も 16GB と多めで AV1 ハードウェアエンコーディングや、1月4日に公式リリースされた AFMF などにも対応して少しでも広い範囲でゲームなどができるようになった GPU みたいです。AFMF？ それについては後ほど説明しますね。それでは実物を見ていきましょう。シュラララ。それでは開封をしていきましょう。箱のサイズはかなりコンパクトな感じです。開封は側面から開けていきます。では開けてみましょう。オープン。開けるとすぐにグラボが見えてきます。今回こちらのパワーカラーヘルハウンド AMD ラデオン RX7600XT の箱の中身は GPU 本体のみしか入っておりません。特にサッシや GPU ステイなども入っておりません。本当にそのものだけなのね。ミドルレンジ帯のものだとそういうものも多いですからね。ではグラボそのものも見ていきましょう。こちらが RX7600XT になります。あれ、なんか縦長。私も手に取った時ちょっと思ったのですが、このサイズ感なのに縦が少し長いような印象です。型番もしっかり RX7600XT16GB と書かれていますね。ではグラボ本体をいろいろご紹介していきましょう。ではまずは大きさから見ていきましょう。横幅は 222mm で、縦はブラケットを含めて 148mm でした。厚みは 45mm で2スロット分でした。最後に重さですが、810.9g でした。これならサポートステイも必要ないですね。ラデオン RX7600 と大きさを見比べてみました。RX7600 に比べて少し大きい。
そうですね、重ねてみたところ一回り RX7600XD の方が大きいといったところです。確かに横と縦がちょっと出ているわね。厚みに関しては違いはありませんでした。補助電源が8ピン1本かどうかで大きさが少し変わったかのような感じですね。では外観を見ながらスペックを見ていきましょう。まずはインターフェースから。インターフェースは HDMI 2.1 が1個、ディスプレイポート 2.1 が3個になります。補助電源は8ピンが1個と6ピンが1個となります。 RX7600 は8ピンだけだったのに、ちょっとだけ性能と消費電力が上がった分6ピンが増えたんですかね。こちらが先ほど言った LED 切り替えスイッチになります。画面から見て一番左がアイスブルー、真ん中が LED オフ、一番右がアメジストパープルへと変化します。実際のライティングは後ほど見ていきましょう。ブラケット側にあるのがバイオススイッチになります。画面から見て左が OC モード、右がサイレントモードになります。ではさらに細かいスペックも見ていきましょう。シュラララ。では細かいスペックの確認です。せっかくなので RX7600 と比較をしながら見ていきましょう。GPU は NAV i33、 アーキテクチャは RDNA3、 演算ユニット32、レイアクセラレータ32、ストリームプロセッサーは2048、 AI アクセラレータ64、 ROP64、 トランジスター数 13.3 ビリオン。あれ？違いが。ここからが違います。ゲームクロックが 2250MHz から 2470MHz、 ブーストクロックが 2655MHz から 2755MHz、さらに OC モードだとクロックが2539から 2810MHz に、と変わりました。え、それ、だけ？いやいや他にもありますよ。メモリ容量が 8GB から 16GB。え、でもメモリ速度とかあまり変わってない気が。補助電源も8ピン1個から6ピンも追加。それはどっちかていうとマイナスのような。TDP も 165W から 190W。推奨電源 650W にアップ。そして販売開始価格もアップ。できたらそこは抑えてほしいところね。まあドルベースと円ベースだともろもろの関係で値段が結構左右されてしまうところもありますよね。では続いて検証をしていくのですが、今回の検証機はこちらになります。 CPU は AMD Ryzen 7700X3D、 マザーボードは MSI Pro X670P Wi-Fi、 マザーボードの BIOS は一番新しいものにアップデートしてあります。メモリはクレブクラス VRGB DDR5 7200MHz、クーラーは AK620、電源はアンテックネオエコ 850W、OS は Windows 11 Pro を使用しました。検証前にライティングも見てみましょう。こちらがアイスブルーというカラーになります。透き通るような青色で結構綺麗よね。ですね。上にあるスイッチで色を切り替えられます。スイッチ真ん中のオフ。スイッチが右側に来てアメジストパープル。やっぱ紫もなかなかいいわよね。バックプレートもそれぞれの色に合わせて光ります。ミドルレンジなのにそこまでこだわっているのね。すごいですよね。それでは RX7600XD がどれほどの性能なのか見ていきましょう。ファイナルファンタジー14。まずは FF14 ベンチマークから。設定は最高設定で、映像はフル HD、 後ほど出る結果では 4K と WQHD も参考に出してます。画面左側が RX7600XD、 右側が RX7600 になります。また今回はアフターバーナーではなく、すべて AMD のラデオンソフトウェアでの計測となります。あれ、ラデオンソフトアーなんて珍しいわね。その理由は後ほどわかります。それでは結果を見てみましょう。まずはスコアから。え、この結果って、一応 RX7600XD が 4K6552、WQHD 15138、フル HD 25480。RX7600 が 4K6831、WQHD 15460、フル HD 25423、という結果になりました。RX7600XD の方が低いじゃない。そうですね、何回か計測したのですが、なぜか RX7600XD の方が低い結果となりました。こちらは平均 FPS と最低 FPS になります。こちらもスコア同様、RX7600 の方が良い結果となってしまいました。まあ数字的には誤差の範囲内なような気もしますが。では次、サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンクです。設定はウルトラでレイトレーシングオン、映像はフル HD ですが、4K なども検証しました。まさかさっきの FF14 みたいな結果にはならないでしょうね。では結果を見てみましょう。RX7600XD の平均が21、32、42、最低が15、17、17。RX7600 の平均が18、31、40、最低が11、18、17となりました。わずかだけど RX7600XD の方が勝ってる。そうですね、数字だけ見たら勝ってるっちゃ勝ってますが、誤差の範囲内のような気もします。確かに。では次、フォースポークン。
続いてはフォースポークンになります。こちらのソフトは最高設定でフル HD だけになります。このベンチマークも結構重いんですよね。では結果を見てみましょう。RX7600XG はローディングタイム 1.099、平均 FPS52。RX7600 は、ローディングタイム 1.691、平均 FPS32 となりました。あれ、これは結構差が出たわね。そうですね、もしかしたら VRAM 容量の差で FPS に差が生まれたのかもしれませんが、ゲームによっては伸びる可能性のものもあるってことですかね。ではここからはベンチマークではなく、実際のゲームもやっていきましょう。シティーズスカイライン2。では激重シミュレーションゲームシティーズスカイライン2も見ていきましょう。設定は高設定で解像度はフル HD、人口10万人のデータを使用した時の FPS になります。画面を動かすと見づらいかと思って、初期視点で固定をしているんですが、どちらもだいたい 27fps ぐらいですかね。やはりシティーズ、フル HD でも 30fps を切るという激重っぷりを見せてくれましたね。本当これ重いわよね。ですね。では次。パルワールド。今大人気のパルワールドもやってみました。あ、これ可愛いモンスターを仲間にできる今いろいろと話題のやつよね。まあ人気やら何やらいろいろ話題ですよね。設定は最高設定で解像度はフル HD でやってみました。初期リスポーン地点のモンスターたちと戦ってる様子です。リプレイ再生ではないので参考程度に見ていただければと思います。マップの状況によってどちらも FPS が変動しているんですが、RX7600XT は80前後ぐらい、RX7600 は70前後ぐらい出ていますかね。RX7600XT の方がこのゲームだと FPS が高く出そうな感じはありますね。クロックが上がったからなのか VRAM 容量の差なのか。では次。フォートナイト。続いてはフォートナイトになります。設定はパフォーマンスモードで 3D 解像度と描写距離マックスの競技設定で、解像度はフル HD で行いました。さすがパフォーマンスモード、どちらも FPS300 を超えていますね。パフォーマンスモードでならフォートナイトも十分に遊ぶことができそうです。ここまで FPS が出るとモニターの方が問題になってくるわね。それはありますね。では次。Apex Legends。では Apex も見ていきましょう。設定は競技設定で解像度はフル HD になります。FPS を解放したんですが、なぜか144までしか出なかったんですよね。まずは射撃訓練場から。多少144を切る瞬間もありましたが、ほぼほぼ張り付きでした。降下後数分後のマップになります。全く同じ状況ではないので参考程度に見ていただきたいのですが、移動中のタイミングだと FPS もほぼほぼ144に張り付いている状態です。実際の戦闘だと多少 FPS が落ちる瞬間はありますが、そこまで劇的に落ちるといった感じではありませんでした。これなら Apex も遊べそうね。ただ比較として見ちゃうと、あまり差がないわね。シュララ。続いては AMD の新しい技術。AFMF についてお話ししていきたいと思います。車のオートマとマニュアル。それは AT と MT ね。AFMF っていうのは、AMD フルイドモーションフレームスの略で、その頭文字を取って AFMF、通称フルイドって言うんですが、いわゆるフレーム生成技術のことになります。で、このフレーム生成技術が含まれたドライバーが1月24日に正式リリースされました。それがこちらのハイパー RX になります。ハイパー RX には AFMF 以外にも、遅延低減技術ラデオンアンチラグプラスが入っており、こちらは CPU の級の容量を低下させることで、CPU の動作のペースを制御し、GPU との処理で差が広がらないように調整してくれるみたいです。動的な解像度変更によって対応ゲームのフレームレートを向上させるラデオンブーストなども含まれます。ということでそちらの機能を使うとどのくらい FPS などが上がるかも見ていきたいと思います。設定の仕方はとても簡単でオルトタス R で AMD ソフトウェアを起動し、左上にあるハイパー RX を有効化するだけになります。画面が一回ブラックアウトしますが、すぐ立ち上がるので心配しないでください。そうすることで先ほど言った FPS を向上させるソフト類がまとめてオンになります。で、この AFMF なんですが、何がすごいって、FSR などのアップスケーリング技術は、特定の決まったソフトでしか使えなかったんですが、この AFMF はなんと全てのゲームに対応することができます。ただし、フルスクリーン対応のゲームでないと AFMF が動作しないみたいなので、ウィンドウ表示しかできないゲームの場合は対応できないみたいなのでご注意ください。では実際 AFMF を使うとどのくらい FPS が上がるのかやってみましょう。ファイナルファンタジー14。まずは FF14 ベンチマークから。画面左側が AFMF なし、右側が AFMF ありになります。これ FPS 上がっているの？ベンチマークシーンの冒頭部分ですが、極端に上がってる印象はあまりないのですがどうでしょうか。とりあえず結果を見てみましょう。え、これって。はい、どれもかなりスコアアップしました。4K なんて倍以上のスコアになってるじゃない。
私もこの結果を見たときこんなにスコアが上がるなんて思ってなかったのでびっくりしました。スコアが大幅に上がったので平均 FPS も最低 FPS もかなり上がりましたね。フル HD は最低 FPS があまり差がありませんでしたが、WQHD 以上に焦点を当ててアップスケーリングをするのがいいのかもしれませんね。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンクも AFMF のありなしでやってみました。設定は先ほどと同じウルトラ設定のレイトレーシングオンになります。え、これもめちゃめちゃ FPS 上がってない。そうですね、こちらもかなり上がっていそうですね。では結果を見てみましょう。フル HD が平均60近くまで上がっておりました。 WQHD と 4K はやはりレイトレーシングがある分まだまだ厳しいところもありますが、それでも FPS の向上が見られますね。また逆に言えばミドルレンジの GPU でここまで上がっているので、ハイエンド GPU なら確かに夢が広がるわね。では次、シティーズスカイライン2。続いてはシティーズスカイライン2になります。こちらも確かに FPS が上がってはいるのですが、こちらはアップスケーリングを行うことでちょっとぼやける感じもしました。一応全部のゲーム対応と言っていますが、より細かい描写が必要なものにはまだまだ向いていないのかもしれませんね。では次、パルワールド。こちらも先ほどと同様の設定でやってみました。確かに FPS が上がってはいるのですが、視点を早く動かしたりすると描写がちょっとボケる感じはしました。この辺はやはりアップスケーリング技術で FPS を上げようとしているっていうのもあるかもしれませんが、自分の慣れも必要かもしれませんね。ゲーム画面に綺麗さを求めるか、FPS 向上を求めるかで使用するかどうかが分かれそうですね。では次、Apex Legends。こちらも先ほどと同じ設定で行いました。訓練場は先ほどほぼほぼ144に張り付いていたので省略させていただきます。先ほど競技設定でフル HD で144に張り付けていたので、AFMF でも十分遊べますね。ただ AFMF というかハイパー RX を有効にして APEX をやっていたら、今のわかりますかね？もう一度。あれ？なんか光ってる。はい、アイテムや味方プレイヤーがチカチカ光っていたんですよね。こんなこと普通にプレイしてて今までなったことがなかったので、もしかしたらハイパー RX の何かが APEX に干渉しているのかもしれませんね。また先ほどハイパー RX の中の遅延低減技術ラデオンアンチラグプラスの話をしましたが、これが FPS ゲームだとチート判定されるという話もあって、 AMD ではこれがチート判定されないように対策中らしいので、対応が終わるまでは使うのを待った方がいいかと思います。はい、ということで今回は1月26日に新発売となったパワーカラーヘルハウンド AMD ラデオン RX7600XT をご紹介しました。あんた的にはどうだった？そうですね、フル HD ならこれで十分だけど、それなら RX7600 でも十分かもしれない、そんな感じの印象を受けました。ただ VRAM 容量が 16GB とかなり多いので、 VRAM をたくさん使う方にはいいのかもしれません。あとは価格が5万円前半ぐらいまで下がってくれれば、そんな感じですね。まあ今 RX7600 が安いしね。ただ AFMF は確かにすごかったです。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。